はい、本日はですね、ノースフェイスのめちゃくちゃ履き心地のいいパンツをご紹介していきたいなというふうに思います。正式名称はですね、エイペックスフレックスパンツということで、以前ですね、セールでノースフェイスおすすめのやつ、これ今ちょっと気になってるんですみたいな感じでね、購入しましたよなんて言ってたと思うんですけど、これはね、ノースフェイスの中でも最も履き心地がいいと言っても過言じゃないんですよね。そういうことを言うとですね、皆さんから、ノースフェイスって言ったらアルパインライトパンツっていう方がええんちゃいますのと、何を言うてんねんって思われるかもしれないんですけどね、ちょっと待ってくださいよと、これ後半の方でちょっとアルパインとの比較もすいませんね、ちょっと待っといてくださいよって感じなんですよ。ほんでね、全然話は変わってくるんですけどね、このちょっとセットをね、新しくさせていただきました。ちょっと背景を黒バックにしてね、商品が浮き出るような感じのスタイルにしようかななんて思ってね、今回やらせてもらいましたので、ちょっとこれでちょっと様子見ていきたいなと思いますので、お付き合いくださいということなんですが、ちょっと待ってくださいね、このパンツ、こんなんええんちゃうのと、アルバインライトパンツよりええんちゃうのと思われた方もいらっしゃると思うんですけど、ちょい待った。季節的な問題もあったりするんでね、これちょっと、ちょっと人気になるとこあるんで、これを解決した上で納得される方はいいと思うんですけど、ちょっとこれ見た瞬間に、俺それやって今からは買わんとこ、来年に買おうって思う方もいらっしゃると思いますので、最後まで見ていただければなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、まず形見ていきましょうね。どこにジップがあって、どこにポケット、あれこれ表向いてる、裏返ってたね。すいません、逆でした。こっち側ね、表でしたということなんですが、まず形見ていって、その次に特徴ですよね。その特徴でアルバインとの比較をもちろんしていきます。お話していた後にデメリットとは言いながらも、こういう人には向いてへん、逆にこういう方には向いてるんだよというおすすめのお話をして、最後サイズ感でおしまいにしていきたいなと思います。ではまずね、形を見ていきたいなと思います。はい、形はね、めちゃくちゃシンプルな感じで、パーッと普通の長ズボンのパンツになってて、裾の方はというと絞られてるんですね。キュッてこう絞られてるタイプになってます。で、ポケットはですね、この普通にポケットがジップ付きでありますので、このジップヒューって開けたりとかして、物が落ちないようになってますね。中はちなみにメッシュです。はい、メッシュになってますね。そして逆側も同じようにジップがあります。このジップを開けたら中がメッシュになってますね。はい、そして表はそんな感じですわ。ほんで裏側はお尻の片方だけかな、こっち側だけにジップのポケットがありますね。こっち側だけなのかな、これもメッシュですね。こっちにポケットはないんだ。これダミーか、あるんかなと思って、ないんかいってことなんですけども、パッと見たらあるように見えますよね。こうパッと見ると、あれこっちもポケットで、こっちはポケットある、ないんかいって感じなんですけど、こっちないですわ。右側だけ。だからポケットが3つか。後ろ1箇所と、ほんで両サイドが1箇所ずつで、計3箇所かな。ほんで後ろ側にもね、ノースフェイスってロゴ入ってますね。こんな感じで、ノースフェイスってロゴが入ってますわ。ちょっと下汚いですけど、よろしくくださいね。で、ウエストがゴムになってるので、もうスパーンとそのまま履いちゃって、スパーンとやったらね、ゴムなんでこんな感じで、いい感じになると思います。あー、外れちゃった。ほんで、質感はというと、化学繊維の感じですよね。なんか分かりやすく言ったら、スポーツウェア的な感じの質感ですわ。これが形となってます。はい、ということでね、では特徴に行きたいなと思います。じゃあ特徴はどんな特徴、このパンツの一番の特徴はどんな簡単とった特徴なんやってなるじゃないですか。ほんならね、これの一番の特徴はストレッチ性なんやと。もう最も宇宙いいし、履き心地がいいとも言えるぐらいの、ストレッチ性。これ見といてくださいよ。こうビヨーンと伸びるんで、一斉のでビヨーンとこんだけ伸びるんですよ。めちゃくちゃ伸びるやないかいと。僕の視聴者の方はですね、若い頃はそれは結構シュッと締まってて、男前な方めちゃくちゃおったと思うんですけど、元男前ですよね。今はちょっとふっくらされたりとか、あれ現役時代はなかったんやけど、なんかちょっとこの腹周り乗ってきたなとかね、ちょっとプニプニしてきだしたなって方がめちゃくちゃ多いと思うんですけど、そんな方はね、家でゴロゴロする時なんかで、あれ去年までのパンツきつなってきたなってあると思うんですよ。そんな時なんかはね、これやったらもう全然寝転んでてもきつないし、あぐらかいてもええし、ポテチ食っててもええし、ネットフリックス見ててもしんどくないんですよね。だから僕の視聴者の方からしたら、おいいねこのストレッチ性ということでね、一応ポリウレタンっていうのが入ってるんですけど、それがねストレッチ性が伸びるってことなんですが、後々おいおいアルパインとのポリウレタンとの比較もしていくんですけども、アルパインより伸びます。もうこんだけ伸びたらめちゃくちゃ伸びてますやんって感じなんですけど、伸びてます。そして次の特徴が何かというとですね、これ結構薄いんですよ。だから先に購入せんといてくださいねって言ったんですけど、薄いっていうことなので、これから秋とか冬とかって考えていくと、ちょっと時期的にはどうかなと。他のパンツとかの方がアルパインとかの方がもうちょっと
分厚いんで、それ考えると本当に春夏モデルなんですよね。だから春夏モデルお前今更紹介してどないすねんと、8月終わってお前9月入るで言うてる時にこんな春夏モデル紹介してどないすねんと思うんですけども、言うたってセールじゃないですか。5000円ぐらい多分安なってるのかな、4000円ぐらい安なってるのかな、ちょっと分からんけども、まあ、安なってるから今買っといて来年のためにちょっとキープしとくのどうですかとかね、あと部屋着としては全然使えるからね、あどうですかなんて言ったりするんですけど、結構生地は薄めです。なのでまあ春夏と思ってもらって、これから履こうと思ってる方はちょっと戦力外になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、来年のためにね持っとこうっていう方なんかはいいと思います。なのでちょっと薄いです。そして次のね特徴としてはアルパインライトとの比較ね、まあ、このアルパインライトパンツっていうのがノースフェイスの中でも結構有名なパンツというか、もうパンツでノースフェイス何って言ったらもうアルパインライトパンツやってもう僕は言い続けてるんですけど、それがねそれも伸びるんですよ。めちゃくちゃ伸びるんやけども、それよりも伸びるってさっき言ったじゃないですか。こっちがポリウレタンが何パーやったっけな、 16% ぐらい入ってるのかな、17% 入ってます。で対してその伸びる素材がアルパインライトパンツは 10% とかなんですよ。だからアルパインより伸びます。でアルパインより多分履いてる感覚ないぐらい楽やと思います。で後々ね着用動画見てもらうんですけど、結構スタイリッシュなんですよ。すっきりしてるのに履いてて楽ちんという、もう30代以上にはもってこいのパンツですよね。スタイルよくは見せたいんやけども、きつい思いまでして履きたくない。ボタンをもう腹引っ込めながらつけたりとか、ジップをこう伸びながらヒュッて上上げたりするのはもうめんどくさいと。やけどもかっこよさも欲しいっていう、まあいい境目じゃないですか。それ70とかなっていたらね、もうかっこよさもどうでもいいから、とにかくもう履けたらそれでいいってなるかもしれんけども、やっぱりおしゃれな方がねこのチャンネル見てくださってる方に多いと思いますし、身なりを気にされてる方が多いと思うので、見た目はすっきり見えるんやけども、履いてて楽ちんだよねなんていうパンツがこれになってるんですね。なのでアルパインよりストレッチ性があるから、アルパインよりさらにこうスポーティーなテイストというか、ちょっとまあ街着とは離れていくんですけど、まあ、スポーツラインとか、まあ、運動着的な感覚で見てもらったらいいんかなと思います。特にねこの色僕グレー買っちゃったからね、おいおいおい寝巻きですかと、これグレーやったら寝巻きちゃいますのってなるんですけど、ブラックとかやったらもうちょっと全部真っ暗やからスタイリッシュだと思うんですけど、この、まあ、僕のね失敗談を生かしていただいて、まあ、グレーやったらちょっと部屋着っぽく見えちゃうかもしれないということで、次はデメリットに行きたいなと思います。とは言いながら進めてばっかりじゃないよと、あかんとこもありますよねなんて言ったりするんですけども、まあ、これ何デメリットかなと思った時にね、あんまり思いつかないじゃないですか。履き心地いい、そしてスタイリッシュな見た目、そしてちゃんとジップもポケットついてたりしてるし、物も落ちひん、それは春夏用としては快適。まあ唯一のデメリットとしてはレビューの時にあったんですけどね、この足首絞ってるじゃないですか。それによって例えば自転車乗られてる方とかやったら、こう自転車乗ってる時ってね膝曲げるでしょ。膝曲げた時ってこれこういうのピュッて上がるじゃないですか。ほんならこう足ね、こうぐらい足あるとするじゃないですか、まあ、足首こう見えるでしょ。けど裾絞ってあるからね降りてこないんですよ。だからもう上げっぱなし、上げたら上がったっぱなしになってるというか、だからあぐらとか組んでてもね、もう上がっちゃったらね、もう膝とかもすね毛丸見えボンバーになってる状態でね、こう降りてこないんですよ。ただこういう絞ってないやつとかやったら上がっても降りてくるでしょ。スパンスパンスパンってこう降りてくるっていうの分かります？なんか膝曲げでもね、こう膝曲げでもヒュッてこう上がったけども、伸ばしたらピュッて降りてくる、上げたらまたヒュッてなる、ヒュッてなるっていう感じになるじゃないですか。ちょっと際どいとこ見えちゃいましたけども、まあ、それがね気になるっておっしゃってる方いらっしゃって、あ確かにこの絞ってるやつあるあるやなと思ったんですけど、まあ、そういうのがね気になる方はアルパインの方がいいんかなというふうに思いますので、まあ、その辺がデメリットですかね。それ以外はね京都とかもしっかりナイロン、あと 80% はナイロン使ってるからね丈夫やし、そして伸びるし、あんまり悪いとこ正直浮かばなかったんですが、ちょっと今のとこはこれぐらいにしといてください。また浮かび次第言いますけどね。はい、ということでね、次おすすめの人に行きたいなと思うんですけど、どんな方がおすすめなんですかということで、やっぱりいいなと思うのはね、運動してはる方とかもそうやし、あとそれ以外にやったら車の運転とかも楽でしょうね。ウエストがゴムやし、こうめっちゃラーメン食った後で腹パンパンで運転しやなあかんってなっても、こう血のパンとか履いてたらねもう乗るでしょ、上にボカーンって乗ってくるでしょ。やけどまあこういったゴムタイプやったらねビヨーンって一緒に伸びてくれるからね、あー食った食ったって言いながらね運転もできるし、なおかつ足もこうやって伸びるからね、こういきなりブレーキ踏むときもキュッて伸びるしね、アクセル戻すときもプッて戻るしね、まあそういった運動したい方とか、あとまあそういうちょっと楽に履きたい方、それ以外にやったらまあちょっと細身なスタイルが好きな方とかにはね向いてると思います。だから逆にこうゆったり履く方とかはちょっとこれねサイズ上げてもそんなにゆったりしないと思うので、あんまりこうゆったり履きたい方には向いてないとは思うんですけど、まあ細くキュッて履きたい、まあ特にスポーツシーンとかやったらそうですよね、そういう方には向いてるんかなというところで、最後サイズ感に行きたいなと思います。サイズが僕 L サイズを着用してます。いつも言っておりますが、身長が178センチ、体重は落ちず69キロ差が行ったり来たりしております。で足の長さはですね比較的長めというスタイルでやらせてもらってますので、まあそんな
なボクシングがですね履くとこういうスタイルになってるんだよというところで、まあ、参考になるかどうか分かりませんけども着用動画を出させていただきましたということになっておりますので、まあ、ちょっとね今の時期に買っといて来年に向けて、まあ、用意しとこうかなでもええし、まあ、来年は来年でまた出たらねその時に買えばええわっていう方でもねいいとは思うんですけども、ちょっとまあ真冬じゃ寒いかなというところでね、まあ、個人的なレビューを終わりたいなと思います。ということで本日はですねノースフェイスのなんていう名前だ、エイペックスフレックスパンツをご紹介してみたという動画になってます。あ、ちなみにこれ上とかもあるみたいなんでセットアップとかでもねできるらしいんですけども、グレーグレーにせんでよかった、あの寝巻きになっちゃうんでね、あの似合う人は似合うかもしれないけど僕グレーグレーにしてると寝巻きになっちゃうと思いますので、まあ、その辺お気をつけてくださいというのをレビューしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。